僕は今新宿駅の丸の内線ホームに来ています。丸の内線は池袋駅から荻窪駅までを結ぶ本線がとても有名ですが、途中の中野坂上駅から法南町駅までを結ぶ分岐線というのが存在します。今回はそんな丸の内線の分岐線に乗っていこうと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。まずは本線に乗りまして、分岐線の起点駅である中野坂上駅に向かいます。新宿駅から2駅、時間にして約4分で中野坂上駅に到着です。中野坂上駅は2面3線の構造となっていて、1番線が荻窪方面、そして3番線が新宿方面で、今回乗っていく分岐線は真ん中の2番線です。2番線は少々特殊で、荻窪方面、新宿方面どちらのホームからもアクセスできるようになっています。分岐線は当駅始発と本線からの直通列車があり、当駅始発のみこの2番線を使用します。1番線には本線から分岐線に直通する法南町行きが到着です。かなり前から本線と分岐線の直通運転を行っていましたが、法南町駅の特殊な構造から直通列車は全て中野富士道を止まりとなっていました。しかし2019年に法南町駅のホーム改修工事が完了し、法南町行きの直通列車が誕生しました。分岐線直通列車は中野坂上駅を出発すると、左側の本線荻窪方面の線路と分岐します。ということで、2番線に今回乗車していく中野坂上始発法南町行きが入線してきました。使用車両は02系です。一見すると本線用の車両と何ら変わりはありませんが、この02系は80番台という番台区分が与えられており、本線用の02系と比べると様々な点が異なります。まず1番に目につくのがこの短さです。本線の編成は全て6両編成ですが、分岐線専用の02系80番台は3両編成になっています。前面はこんな感じです。この車両は中野坂上法南町間しか走らないということで、顔面上部の方向幕は法南町中野坂上で固定されています。現在東京メトロ所有の幕式車両というのは02系80番台ただ一つです。さらに帯にも違いがあって、本線用の02系は赤帯の上に細い白い帯で終わりですが、分岐線用の80番台はその白帯の上に黒帯が追加されています。これは本線と分岐線を乗り間違えないようにする配慮だと思いますが、現在はホームドアが各駅で整備されているので、あまり帯による違いというのは意味をなしていない感じです。そして3つのドアのうち中央のドアの上には法南町中野坂上の文字がこれ塗装されています。ちなみに中野坂上駅では荻窪方面、新宿方面どちらのホームからも乗り換えができるように、このように左右両方のドアが開きます。車内のドア上には後付け感満載の3色 LED の電光掲示板がついています。設備を見る感じだとかなり古そうですが、本線用の02系より80番台は後に製造されています。02系系統では最も新しい80番台ですが、2022年8月27日に行われるダイヤ改正により分岐線が全て6両編成固定になる影響で引退することが決定しています。まずは進行方向右側の扉を閉め、続いて左側の扉を閉めて中野坂上駅を出発です。80番台はドアチャイムの更新が行われていないというのも特徴ですね。この先揺れますのでご注意ください。本線との両渡り線を越えて分岐線は右側の線路へ入っていきます。この先分岐線は南方面へ向かっていくのにあたり、少々暗くて分かりづらいですが、勾配を登って地下で本線とオーバークロスします。ちなみにこの映像は左側が曇っていると思いますが、これは運転室後ろの窓ガラスが斜め方向に曇る特殊な加工がされているためです。地図アプリを見ている感じだと、中野坂上駅を出発してからしばらくの間は本線と並走、青梅街道沿いを走り、新中野駅と中野坂上駅の中間付近で90度近くの急カーブがあり、ここで本線とは大きく分かれていきます。この先もくねくねと急カーブが連続し、蛇のような感じで線路が敷かれています。
今では中野坂上方南町間は分岐線という支線的な扱いになっていますが、計画当初丸ノ内線は向原駅、現在の小竹向原駅から池袋、大手町、新宿を経由し、この先にある中野富士見町駅までを結ぶ予定でした。つまり分岐線が本線となるはずだったんですが、高度経済成長期に入り並走する中央線が大混雑、丸ノ内線を中央線のバイパス路線にするという案が出され、本線の終点が荻窪駅に変更、中野坂上駅から中野富士見町駅までは分岐線という支線になったのでした。中野新橋駅を出発しまして、次の停車駅は中野富士見町駅です。何やら速度が遅くなってきたので前面をズームしてみますと、この列車の前に出発した中野富士見町行きが停車中。おっと、今動き始めましたが、お客さんを降ろすのに少し時間がかかっていたそうですね。分岐線は方南町行きと中野富士見町行きがあり、中野富士見町駅というのは丸ノ内線で最も乗降客数が少ない駅なんですが、なぜそんな駅が終点駅になっているのかと言いますと、前面展望左側に注目してみてください。何やら外から眩しい光がこちらに差し込んでいます。複雑なポイントが存在し、その中の一本は地上につながっており、中野車両基地という車両基地まで続いています。つまり中野富士見町行きというのは中野車両基地への引き込みを兼ねているのです。逆に送り込みを兼ねて中野富士見町始発の運用というのもあります。中野富士見町方南町間は1962年の3月23日に開業した丸ノ内線全線の中で最も新しい区間です。中野坂上駅を出発してわずか6分で終点の方南町駅に到着。駅の東側には両渡り線があります。当駅は分岐線単独の駅では唯一の1面2線です。丸ノ内線のホームの有効長は一部駅を除いて120メートルあるんですが、この方南町駅は建設当初110メートルしかありませんでした。丸ノ内線1両の長さは18メートルで、6両で108メートルあります。そうするとホームの余裕が2メートルしかなく、安全性の観点から長らく6両編成は方南町駅に乗り入れていませんでしたが、2019年にホームの延長工事が完了し、従来の110メートルから26メートル増えた136メートルになりました。それを機に方南町駅6両編成が入線可能となり、本線から方南町行き、そして逆に方南町始発本線行きの列車が設定されました。壁はとてもピカピカで、途中からこのようにえぐられたような構造になっているので、かつてはここがホームの先端だったことがうかがえます。方南町駅に停車している3両編成の02系80番台ももう間もなく見納めです。改札機は線路の延長線上にあり、ホーム延長工事に伴って改札の位置も変更されたようです。分岐線の駅ナンバリングは MB となっていて、かつては小文字の M だったそうですが、数字が同じ駅が本線に回り、読み方で区別できないため2016年に現在のものに変わったそうです。駅の目の前で環七通りと方南通りがクロスしており、この先方南通りを西の方向へ進むと京王線の西永福駅にたどり着きます。かつて分岐線を方南町駅から西永福駅まで延伸させる構想もあったそうですが、慶応側が断固反対し、結局公表される前に計画は白紙に、今後実現される可能性も低いと思います。最後に中野富士見町駅付近にある中野車両基地を見てこの動画を締めたいと思います。徒歩10分ほどで中野車両基地に到着しました。外側はほとんどが高い塀で囲まれていて、物々しい雰囲気が漂います。たまにこのようなフェンス部分があるので、フェンス部分から車両基地内部を覗いてみますと、丸ノ内線の最新型車両である2000系や、奥の方には02系の80番台なんかも留置されています。02系80番台は全6編成製造されましたが、もうすでに2編成が引退しています。2000系に紛れて本線用の02系も留置されていますね。そしてこの車両たちの左には何やら緑色のシートをかぶった車両があるんですが、調べてみたらこれはかつて丸ノ内線で活躍していた500型のようです。丸ノ内線は第三機乗方式という終電方法を取り入れており、電気をレールの横に設置されているサードレールという棒から取り入れています。なので一般的な電化路線のように上に架線が張られていなく、とてもシンプルで、一見すると非電化路線のようにも見えます。奥には異彩を放つ黄色の銀座線用一線型が留置されています。銀座線も丸ノ内線と同じく第三機乗方式を採用しており、銀座線の車両の検査もこの中野車両基地で行われます。実は両路線は赤坂見附駅で線路がつながっており、検査時には銀座線の車両が丸ノ内線を走る光景を見ることができ、検査の他にも銀座線の車両の搬入もこの中野車両基地で行われます。
東側では中野車両基地と分岐線をつなぐ線路を間近で見られます。副都心線の東新宿、新宿三丁目間の勾配は 40% で、ここが東京メトロ最急勾配の区間なんですが、中野富士見町、中野車両基地をつなぐ線路は、なんと東京メトロ最急勾配よりも 10% 急な勾配である 50% になっています。どんどん地下の方へ潜っていて、ここが中野富士見町駅出発後の前面展望に見えた光が差し込んでいた場所です。あの道をずっと進んでいくと神田川にたどり着きます。ここから川沿いを歩いて徒歩3分ほどの場所に中野富士見町駅があります。分岐線の中野富士見町方南町間の線路はちょうど今僕が立っている真下に線路が敷かれています。ということで今回は中野坂上駅から方南町駅までを結ぶ丸の内線の分岐線のご紹介でした。動画内でも触れましたが、02系の80番台は間もなく引退してしまうので、興味のある方はお早めに訪れてみてください。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。